ですね、お医者さんっていうのは診療拒否をしてはいけないんですよ、うん、どんな人であっても人間であれば絶対に見なきゃいけないんですよ、ね、うん、それがもちろん日本人であっても中国人であってもブラジルの方であってもどんな人が来ても人間だったらね、見なきゃいけないんですよ、うん、あなたちょっと生理的に受け付けないからどっか行ってくれませんかとかって、ね、言っちゃダメなんですよ、うん、診療拒否って、これ滋賀県の方で去年お一人捕まってました、やめて診療拒否された、やっちゃいけないんですよ、うん、だから見ざる得ないっていうのが一つあるんですね。でもう一つがですね、国民皆保険、国民皆保険制度っていうのがあって、まあ、日本はちょっと独特な皆保険をやってるんです、うん、世界でもね、国民皆保険って言って国民がね、全員保険に入ってくださいねっていう国はもちろんあります。ただ国が全て負担しますよっていう日本のね、国民皆保険制度を使ってるのは日本しかないんですね。すごく特殊な保険制度を日本って使ってるんですよ、うん、で日本